皆さんこんにちは、タイタラです。電波人間の RPG やりましょうかってことで、今日なんですけど、やるか。今日も達人の試練やっていきたいと思います。さて、達人の試練、なんとかね、前回火の試練、そして氷の試練攻略することができました。まあ対策装備があったから割といけたんですけど、今日からね、ついに対策装備がないのでいきます。風はあるんだけど土からないんだよね、全然。なんでどうなるかってところなんですが、まあ、とりあえず風から今日も挑んでみましょうか。よし。なかなかスタミナっていう概念があるから一気にできないのがもどかしいよね、このゲーム。ユスコちゃん、どうした？そこの石碑になんか書いてあるんだか、なんかわかんねえわ。何書いてんの？勇気を秘めて、もう空中に道あるってことやん、それ。完全に。おー、宝箱ね、これ。勇気を秘めて、あー、やっぱりやったー、ありがとう。よし、エメラルドの塊、センキュー。うわー、帰り道、もうなんか道なくなっちゃった。勇気は示されたってことね。え、一歩踏み出すことで勇気という宝を得る。ありがとうございます。宝、宝あったよ、ここに。さて、今回はなんだこいつ、風のライジーンみたいなやつ、わかんねえ。よし、装備整えましょうか。まあ、とりあえずね、適当に対風装備みたいな感じでやっていけばいいので。今火のドリルしてるから氷が弱点だったね、確か。なんで氷のバンクルじゃない、氷のパンチはコータにつけておきましょう。オッケー、コータ最強で、この子には風装備。よし、まあ、これでなんとかなるかなと思うんだけどね。よし、では挑みましょうか。バトルの時間だ。お宝を求めしに戻よ。ふぅ、私は大分。ふぅ、どうした、疲れてる。何時が手に入れるにふさわしいものが、この私が見極めよう。ふぅ、風起こしてんの今、まさかそれで。威嚇行動かもしれん。ふぅ。癖強いな、こいつ。タイブーン。さあ、戦いましょうか。まあ、どうしようかな。まあ、みんな、ムキムキ。間違った。みんな、ムキムキ。だけでいけるやろ。行ってこい、みんな。殴れ。ミンムキ。いいぞ、ユージュ。さあ、マッチョになって、殴ります。いいよ。ナッコー。痛い。800ダメージ。痛すぎる。リングレーザー。全体？痛い。ライカ死んでは。コータの攻撃力強すぎ、ワロタ。コータしか勝たん。コータにとりあえず弱点のやつを持たせておいて殴るっていうのがもう鉄板です、もう確実に。よし、オッケー。さあ、ライカだけちょっと死んじゃいそうだけど、助けてください。さあ、これで、とりあえず、ちょっと復活入れときましょう。さあ、復活って言っても、おめえが死ぬんか。まあいいか。おめえが死ぬんかってなんかすげえあれだな。任せた。ほらい、バトルモードチェンジ。サブローのちょっと復活、あ、ちょっと回復がびっくりした。これで生きながらやられるかもしれない。どうだろう、ムキムキ。ライカの行動パターンがどれくらいあったかで言う。弱こう、やめてくれ。ノノコ殴った方が強くないか、多分。打ち返しの風、何それ。おい、ステータスアップ無効になった。おい、ふざけんな。くっ、やっぱライカ死んじゃった。動き止められた。オーマイガー、動けた、よかった。痛い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 。いや、これは倒しきりたいね、さすがに。コータも殴っておいて。で、六郎は回復して、ユージュはステータスアップできねえから、トモロももう殴った方がいい。で、これでいこう。サブロー回復でもいい。ふぅ、サイクロンパワー、チャージ開始。やっつけよ、やっつけよ、やっつけよ。もう、チャージ早っ。チャージしてから放つの早すぎるだろ。おい、ふざけるな。リングレーザー、まずいぞ。痛い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 。コータが締めた、まずいですね。まずいですね、それ。ちょっと待って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 、能力アップできるようになったのは分かった、ね、全部直す。これは回復や投げといた方がいいな、さすがにね。え、全開薬をコータに投げておいてドリーム掴むしかないかも。コータは麻痺してる、痛いよ。やばいかも。いや、ヨシシかも、死んでもうた。待って、やばいな、これ。
痛いっす、痛いっす、これまずいっす、負けたかもしんない。で、コータ死んでおった、おったか、まずいっすね、これを起こす完全復活薬、コータ起きてください、打ち消さないで、向こうはいい、大振動、死んでもた、負けたが俺は弱いいや、これはね、勝てた試合だった、勝てた試合なのに落としてしまった、これ途中でちょっとね、勝てるだろっていう思いが出て回復サボってたところあったから、そこだな、マジで。いや、このゲームやっぱ結構しんどいな、なんかちゃんとやらんと負ける、普通に、まあ、当たり前なんだけど、いつもちゃんとやれって話なんだけど、いやいや、いつもちゃんとやってます、ある程度ね。びっくりしょー、クリア、電波人間のちょっとしんどいところあれだよね、負けたらなかったことになるところだよな、クリア状況がね。もう一回行きましょうか。ステータスアップ防いでくるのって結構うざいね、そういう意味だと。さあ、それではリベンジマッチといきましょうか。風のやつ、タイムーン。いや、これね、ユージュ殴った方がいいと思うんだよ、ユージュじゃなくて、いや、これ、のどこだ。で、ユージュはムキムキ。で、ここはまたこれでいこう。攻撃力ダウンの風。なんだこいつ、攻撃力ダウン、だいぶダウンしてないこれ。えぐ、ムキムキが遅いだこれ。痛い。レインレー。まあまあまあいいでしょう。反射ナイス、しびれたらいか。よし。全部直す。攻撃歌う直すんだ。え、直してからムキムキってマジで偉すぎ。よいよ、いいダメージ。よし。さあ、次だ。これで、コータは殴るの確定で、六郎回復、牛児はちょっと分かんないから置いといて、全部直す入れといて、これで頑張ろう。なあ、お前、こういう足速っ、足が速すぎた弊害出てしまった。おっと、ライカが死んだか。よし、チカ動き止められた。火力高いよな、こいつら。よし、いいダメージ、これまずいな。復活をどう入れるかだよね。バトルワードチェンジ。まあまあ、なんとか回復はいいとして。苦しい、苦しい、これは。よし、チカ、おかえり。全部消えた、もう消えてもた。これで、殴る、ユージュがアイテム、復活使っとくか。完全復活役。まあ、ライカ起こしとくか。サイクロンパワーチャージ。待って、俺六郎のさ、やべ、封じられた、全部直す。よし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 、六郎回復入れるの忘れてる俺。打ち消しの火星、うざいよ、痛いよ、動き止められたよ強いよこいつら。これはね、まずいね。動けるようになったのはいいんだけど、攻撃特技封じられてるってことは打てないんだよね。これ殴るしかないじゃん。もう死ぬかもしれんけど、いいよこれは、しゃない。いや、後ろ3人、コーダだけなんとか起こしたいというか、生き残らせたいよね、コーダだけ。しびれんのはマジでダメだって、負けるって。またまずい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 、あ、能力アップできるようになったのは分かったけど、いや、これやばいって、しびれてんのか。また負けるってこれ、ねえ、麻痺している。コータ死んだこれ、やばいよ。ののこ動いてよ、ののこ。これはね、俺敗北じゃん、連敗じゃんこれ。大化身と、あ、同じパターンやないか。すいません、
俺負けました。これあれだな、耐性装備を持たせるやつ適当にしてたけど、ちゃんと持たせる相手考えないと勝てないかも。だから多分だけど、蘇生役であるライカに嵐シリーズとかを全部ぶっぱしておいて行こう。光線であかんねんやろな、ちゃんと。くそー、また4時間後にお会いしましょう。はい、じゃあ改めて行きましょうかね。さて今回はね、さっき言った通り蘇生役ライカにね、風耐性装備をガン積みしております。ちょっとまた取らなきゃいけないの、またアイテム。これでどう変わるかだよね。でちょっとやんなきゃいけないことが、1ターン目にちゃんと六郎で回復をちゃんとやること。六郎の素早さがだいぶ上がったからね、六郎で、ね、回復するのをねサボってたりしてたんですけど、今回の敵素早さマジ早いんできついっすよね。ってことで耐分改めて言う、もう風が毎回強い、このゲーム風ゲーじゃないの。ねえ、なんか頼むぞ。で、六郎が回復、ムキムキ、これだけでいきましょう、いきましょう。攻撃歌うの風、うざいよ。これもやばいよな、ほんと攻撃歌うん。トモロー頼む。上げてくれ、攻撃力、俺たちの。ナッコー、痛い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 。リンレイ、痛い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 。それ、麻痺もやばいって。ちょっともう今回もダメかも。助けてー、それ回復、よしよし、待って回復、一旦ね、とりあえず大丈夫か、まあ、ここはまあ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 一旦見送っていきましょう。ちょっと復活は気が早いか、ね、いやこれ攻撃取り消し、しとこう、自由にしてもらおう。みんな回復、みんなムキムキ、あのコーダとかみんなちょっと多分治るだろう。トモローで状態以上全然かかんないようにしてたんだけど、めちゃくちゃ効いてんな。さあ、プラプラ、全然効かん攻撃、やばすぎる。で、それ強くね、マジ。1000食らうんだけど動き止められるし。いや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 、痛いよ。サブロー、大激震食らうとライカでも全然死んじゃうね。やばいね、これ。ライカパンチ。ライカ意外と火力あるんだ。あ、コートおかえり。もう勘弁してくれよ。おお、え、トモローとかまだ動けないのやばいな。これはね、ちょっと復活、ちょっと回復、ムキムキ。いきましょう。コートだけ早く治ってくれたんだけど、でかいな、ちょっと。レインレザー頼むよ。やめて。いや、もう怖い怖い、ほんと怖い、麻痺すんのが。さあ、ムキムキマッチョ。コートで殴ってダメージ与えていこう。ほんと強えぞこいつ、負けねえからな。コートパンチ、いや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 、やっと入ったダメージ2500。さあ復活、おかえりー。さあここからだぞ、おかえり。やっとみんな帰ってきたよ。1万年かかった。殴る、復活はいいか、一旦回復、これでいこう。攻撃歌う、もうやめてよー。ナイスクリティカル。いいぞ。優秀パンチ。いいよ、優秀。全然優秀だったらいい。コータ狙わないで。コータ狙わない。危ない。コータじゃなかった。よかった。しびれるの、これやばいよな、マジで。いったか、まだいってない。4000ダメージでかすぎる。バトルモードチェンジ。トモローはあそこで殴ってたけど、ちゃんとやってほしかったね。しっかりと。蘇生っていうか、状態を直すの。殴って、これ殴った方がいいのかな。トモロー強いんだよ、中力。いやでも直した方がいいねえ。回復ゴー、パワーチャージ。これでいつも崩壊するもんな。頼むぞパンチ。いや全部倒すのタイミングちょっと早いかも。まあいい、まあいい、全然いいや。回復ちょっと早いかも、タイミング。デイ、あ、いった、ナイス。クリティカル混じったおかげで、すげえダメージ出た。よかったー、強すぎる。これ勝てんのかこいつ。その強さ、宝を手にするのにふさわしい。持っていくがよい。ふぅ、お疲れ。ふぅ、なんだったんだこいつ、強すぎてるだろう。
はい。というわけでお宝いただきましょう。なんかすげえ強いの頼む。で、風の鎧いいかも。さあ、まあ一旦帰るか。よし。いや、しんどかったな、ここのステージ。ちょっと当分やりたくないっすね。はい、ではでは次行きましょうか。で、このまま行こう。で、俺はもう対策分かった。このゲームの対策が。で、青ドットつけてたんだ。やば。さて、対、次、土だね。土あんまないんだよな。なんで嵐の装備してもな、土なのに。なんで嵐つけてんのこれ意味あんのかっていう話だけど。ねえ、土のマントとかでよくねこれ。なんかようわからんな。さっきゲットした風の鎧ですね。これ土耐性ついてんすよね、地味に。めちゃくちゃいいじゃん、土耐性ついてんだったら。一旦こんなもんにしとくか。まあ、あとは、いいかな、これで。風の腕輪は返して、それ。それは、コウタくんのだから。風属性プラス4。風つくんだもんな、星の腕輪は。腕なんでもいいか。ねえ、ロボドリューとかつけといて、ちょっと。よし。で、コータくんが腕だけ。では行きましょうか。達人の土の試練。頑張りましょうか。いや、なんか、やばいな。達人は、4時間ではクリアできないと思ってやっていこう。ね。安全第一。なになに？工事してますね、ここ。ほっ、ほっ、遺跡発掘中だよ。ほっ、ほっ。なんか、なんだここは。めっちゃ人いる。あー、お腹すいたよーっていう。何？労働してんの？ドラゴンいるとこで働いてんの？大丈夫？落石注意。気ぃつけてください。やめたやめた、いくら掘っても出てこねえんだ、お宝なんてよー。だって。お宝ないの？マップも見たもんな、だいぶ全部。道は固く閉ざされている。なんかこれ床、下の壁が変な感じだけど。関係ないのかなこれ。なんかスケスケみたいになってるけど。わかる？ここだけ。壁が見えない。見えない壁がある。ダメだな。なんもないな。あ、落石注意。これか。落石って。これ落ちれそうじゃね？落石。ダメだ。落石。なんかあるかと思ったけど。なんもないかもしれません。なんもないかい？あるとしたらここぐらいだと。ないかー。じゃあいいや、行くかー。なんじゃ騒がしいの、お調子で出られんわい。ん？えらく可愛らしいのが来たもんじゃの。わしはガイアドラゴン、土の神様と呼ぶものもおる。お主もお宝目当てかい？あのお宝は聖戦様からお預かりした大事なもんじゃ。美味しかったらわしと一勝負じゃ。あ、あ、おじいちゃんドラゴンね。若いもんには負けんわい。何歳ですか？1000歳ぐらいかな。じいちゃん、おめえを倒すぜ。だって、ちょっと油断しがちなんですけど、油断せず行きましょう。ほら！ガブガブ、痛いよ、900よしちか。痛いかも、うーえい。うーえい、これ、いやー、こうた、そうなるよね。油断せず行こうって言って行った目は誰も死なへんだろうっていう、俺の油断がこうなるんだよ。これのせいで、コウタの一旦目の殴るっていう。あ、いい光線。一番大事なものが失われたと思ったんだけど、いい光線入ったんで、オッケーです。これ怖いな、まだまだ。オート奉行も終わった。よし、コウタは殴る。何があっても。何があっても殴ってくれ。復活、ムキムキ。これでいきましょう。ハッピーセットです、後ろは。ガブガブ。よし、チカ。いや、また同じゴールデンパターン来た。これでかいな、ちょっと。ねえ。いい絵はこう、復活、後ろ完璧です、行動、今回は。コータパンチ、いや、コータ最高すぎる。一人で4500出したよ。回復、順番ちょっと、ありがとうな。まあまあ、無茶ない、ここは。さあ、コータの攻撃力、また上がる。3回かけられるんだよね、攻撃力アップって。オッケーオッケーオッケー。おかえり。これでかすぎる。頼むぞ。このままコータは殴って安定行動してたら負けねえんだよ。ほら行くぞ。頼む。変なことすんな。変なことすんな。頼む。強い構成いいよ。
あとコータが殴ったら勝てる多分。コータ殴って。いけいけ、まだ残ってる。ワイヤーブレス。うわぁ、火入ってきた。痛い、熱い。ガブガブ、アイス避けたのに、でかすぎる、偉すぎる。やっつけた、勇者、お前は勇者や。やったー、嬉しい。やりおるわい。ここにある宝くらせくれてやるぞ。わしはしばらく眠るわい。おやすみなさい。兄ちゃんもゆっくり寝とき。1ヶ月ぐらい寝といていいで。1ヶ月は短い。2年ぐらい寝てていいで。頼む。宝ないよな、ほんと。これだけ？勇者の腕は、おい、とんでもないもん残してんじゃねえか、これ。勇者の腕は、勇者にあげたいけど、ねえ、結局多分俺がつける。コウタくんがつけるんだよ、勇者だから。コウタの腕は、ねえ、雷属性と火属性が上がるってやつ。勇者は雷と火を使う。確かにそんなイメージはある。まあ、勇者は雷だよな、言うて。かっこいいよ。ドラクエのせいだ。コウタの顔は映ってません、ここ。悲しい。はい、というわけで、強かったね、ドラゴン。オーケー。これ集めの大変だな、ほんと。グレートシリーズが。よし。はい、では皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。チャンネル登録した方、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。さあ、次回は、次、行きましょう。ちょっとだいぶ苦戦するようになってきましたんで、なんとか頑張っていきたいと思います。また見てください。お疲れ様。